はい、どうも、池田です。本日もご視聴いただき、ありがとうございます。毎回挨拶何言ってるか分かんないって言われるので、ちゃんと言いますね。もうそれすら言ってないしね。はい、どうも、池田です。本日もご視聴いただき、ありがとうございます。と申しております。ということで今日はですね、ザラの25周年の記念パーティーに今日呼ばれているので、その準備をしていこうと思うんですけど、なんか、テーマがなんだろうな。まあ、コラボのイベントも兼ねているので、そのブランドさんのイメージもあるんですけど、黒、デニム、水色みたいな。結構そういう色味だった気がする。水色もなんかそのターコイズブルーみたいな感じの色味だった気がするので、なんかそんな感じのイメージで今日はやっていこうと思います。今日は、ホワイトモカ。これだな、本当に。で、早速やっていきましょう。スタート。もう下地だけ塗ってある状態なので、その後からやっていこうと思うんですけど、このね、リムビューティーのキープコンフィデンスプライマーからしていきます。最近なんか、ずっと僕なんかニキビ、最近肌荒れすごいやばかったんで、皮膚科で皮脂の分泌量を調整するような薬をいただいて、なんか肌荒れしないように、なるべくね、肌が休まるようにしてるんですけど、なんかそのおかげかなんか、毛穴がすごい詰まりやすくて、やっぱ鼻のこんな角栓がすごい、なんか毎日できるんですね、角栓が。それがすごいネックなんですけど、何にもかかわらず、皮脂の量をコントロールする薬なのに、なんかあんまり皮脂止まってなくないみたいな、朝起きたら結構顔多いでいいみたいな感じだったりするので、なんか肌マジでバグりまくってるんですけど、まあ季節の変わり目ってバグりやすいからさ、しょうがないかなと思うんだけど、で今日はなんか前インスタライブでメイクライブした時にちょっとパンク系なメイクをした時があったんですね。でパンク系なメイクちょっと可愛いなって最近すごい思ってて、今日もそういうちょっとパンクっぽいイミテーションのピアスとか使いながらやっていけたらなと思うんですけど、この後マリリンがお家に来て、多分途中でピンポンになるんですけど、マリリン来たらお寿司食べに行くんですよ、銀座。会場銀座だから、その近くでご飯食べてから行こうってなって、銀座で寿司食べるのにさ、顔中ピアスだらけだったらやばいじゃん。だからちょっとパンクなんだけど、お寿司屋さんに行ってもまだギリ行けるかなぐらいの、まあ、ピアスとかぶっちゃけお寿司食べてからつければいい話だし、マリリンもなんかバカでかいサングラスつけてくるからすごい心配してて、なんか LINE でさ、何の服着ていくのって言ったら、結構派手だよみたいな、なんかバカでかいサングラスつけていくからお寿司屋さんどうしようって話になって、え撮れば行くねって思って、え撮ったらみたいな言ったら、あそうだよねみたいな。疲れてるんでしょうね、マリリンね。毎日、育児と、お仕事と。だってさ、別に考えてさ、僕と同い年でさ、あんだけのさ、もうミリオネアみたいなさ、億万長者みたいな生活してるわけじゃないですか。すごくない？別に考えて。だって持ち家持っててさ、自分のブランド持っててさ、YouTube100 万人超えててさ、で、子供3人いて、旦那もいて、結婚もしてて。え、どんだけ僕と人生の速度違うんだろうと思うんですけど、それで本当にすごいよね。自慢の友人です。あ、ファンでは、ヒンスメッシュマットクッション使ってます。21番アイボリーのカラーです。こうスライドするのが本当は正しいんだけど、ペタペタした方がカバー力めちゃめちゃ発揮するし、で僕結構肌黄色系だから、このファンでめっちゃ肌に合うと思って、最近これをよく使うことが多いですね。めっちゃカバーされるのですごくおすすめで、マリリンが4時に来るんですけど、今ね3時45分なんですね。あと15分後に来るんですね。え何しよったんってなるじゃん。一人暮らしを始めてもう僕今7年目になるんですけど、上京してからずっとだから、一人暮らしをする上での僕の一番の課題は掃除なんですね。僕本当に掃除がマジでできなくて、僕に対するイメージって皆さんすごくなんか綺麗好きなイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれないんですけど、綺麗好きは綺麗好きなんだけど、人ん家は綺麗にしたくなるというか、自分のテリトリーは綺麗にしておきたいけど、それ以外は別にどうでもいいっていうタイプなんですよ。だから割と僕の部屋ってもうすごく散らかっていて、で僕職業柄毎日何かしらこう段ボールで届いて、なんか商材だったりこれ使ってくださいみたいな、こう美容のコスメだったりとか毎日何かしら来るので、常に段ボールに溢れていて、で今日なんとかマリリンが来るから段ボールは全部綺麗に潰して、今さっきゴミ捨て行ってきたんだけども、ゴミ捨て行くのもめんどくさいじゃん。ましてやさ、僕ん家別にそんな高層階なマンションじゃないんだけど、もしさ50階とかのさマンションあるじゃん、そういうなんかガチの高層マンションみたいなところだったらさ、ゴミ捨てとかどうなるんだろうと思うの。めっちゃ時間かかるじゃん。だってエレベーターで降りるだけでもすごい時間かかるじゃん。本当に僕高層マンション住みたくないんだよね。みんなすごいよね。しかもなんか朝起きてさ窓開けてさ、なんかすごい高いわけじゃん景色が。まあ、景色が好きな人からしたらすごいいいかもしれないけど、僕全然そんな高い場所からなんか見下ろしたい願望ないから、そんなね身分でもないし、別にだから地に足ついていきたいっていうかね、なるべく地面と同じ位置にいたいというかわかりますこの感じ。なんか僕家欲しいなって思ったりしてて、まあ最近の僕の仕事のモチベーションが家を買うと老後への貯金なんだけど、老後の貯金はまあさておき、その家を買うと思った時に、まあ、都内でまあ一旦最初探してたんですね。どんな感じなのかなと思って、別にまあ今すぐ買うわけじゃないけど、いずれ買えたらいいなと思ってて、まあ相場知ろうと思って調べたら、いつか売ることも考えたりすると、まあ立地も良くってさ、
人気なマンションの方がいいじゃないですか。そういう部分でちょっとこういい感じのマンションをまあ探してて、そうするとエリアにもいると思うけど、ワンルームのさ80平米ぐらいの 1LDK とかで1億スタートみたいな感じなんですよ。 1LDK 100平米なくて1億みたいな、東京の相場どんなみたいになって、そう思ったら僕別に買うなら、なんかあ、やっぱマリリンからそろそろ作って LINE 来た。死ぬんだけど。えっか。マリリンも登場してもらおうかな、それか。はい、じゃあ、パウダーファンデーション。MAC のモイスチャーファンデーション使っていきます。世界中にあるコスメの中で何が一番なくなったら困りますかって言われたら、この MAC のパウダーファンデーなくなったら困る。ぐらい、必要不可欠。ウィッグかぶったままメイクしたらさ、やっぱパウダーファンデとかシェーディングとかやっぱつくから、このネットがさ、黒くなっちゃうので、素肌と馴染まなくなるんですよ。一回でもそれやると。だから、ウィッグつけてからメイクした日は、その日の夜にもウィッグ洗っちゃうんだけどよく。さ、めんどくさいな、ウィッグ洗うのって正直。3日に1回か4日に1回ぐらいしか僕洗わないから、ヘアセットがさ、うまくできたりしたらさ、そのセットでもずっと過ごせるわけじゃん。ウィッグ置いとけば。楽なんだけど、こういうちょっと変わったメイクするときとかに、カメラを回さないとなんかもったいなく感じちゃうようになっちゃって、職業病なんですけど。まあでもこういうなんかちょっとコンセプトあるメイクとか、ゲットリディウィズミー結構好評なので、良いんじゃないですかね。そうで、なんか僕片付けるのが本当苦手って話戻るんですけど、片付けるの苦手な人はどうすれば片付けられるかっていうと、まあお金がある人は家政婦さん雇ったりとか、掃除だけお願いしたりとか、別にそれでもいいと思うし、適材適所さあるじゃん人って。てか部屋めっちゃ綺麗に片付けたのにさ、机の上だけさ満面なく全部物が置かれてるんだけどさ、どういうこと。床さえ綺麗になればいいと思ってんのかな。不思議、自分の思考がよりマジ不思議なんだけど。まあいっか、後でやろうと思って。そうで、それでもいいと思うんだけど、どうすれば掃除できるかっていうと、人を呼ぶんですね。とにかく僕の場合は、人が来るんであればちゃんとしなきゃっていう、人にはちゃんと悪いとこ見せたくないっていうかっていう精神が働くので、誰か来るってなったら掃除しなきゃってなるんですよ。不快な思いさせられないから。だから誰か呼ぶのがやっぱ一番手っ取り早くて、だから今日マリリン来るってなったから掃除頑張ってやったし、でも誰も来なかったら本当に僕ずっと部屋マジで汚いの、散らかりまくり。ザラとかもさ、めっちゃもう僕毎週のようにザラ買ってるから、ザラの段ボールって一番なんか捨てにくくって、わかる？ザラの段ボールすっごい捨てにくくない？なんかまあ資源を出さないようにしてるのかもしれないけど、すごいやりづらくって。今のパウダーはフローラシスの玉女透過ルースパウダーのラベンダーですね。でシェーディングは相変わらずのトゥイクルフォースクール。人をたくさん呼ばなければいけないんだけど、僕の場合さ、やっぱさ、僕の周りにいる友達よりも多分知り合いは多いんだけど、友達少ないからなんか母数が少ないんですよ。呼べる相手がまずいなくて、その呼べるぐらい仲いい友達の中でもさらに部屋に呼んでもいいっていう人はさらに限られるわけですよ。だから誰かを家に呼ぶって僕的には相当ハードルが高くて、自分のすごくパーソナルな部分、普段暮らしている日常を相手に見せるわけであって、それで僕からしたらすごい抵抗が、ハードルが高いんですね。でマリリンとかズッチとかフージとか、まあそのもうなんか旅行とかもしたことあるレベルの、僕のすっぴんもなんならもうなんかパンツ一丁の姿を見てるみたいなレベルになってくると、別に何見られても恥ずかしくないから、別に何でもいいんだけど、もはやそこまで見せれる人が僕あんまりいなくて、って考えたらね、人を呼ばなければ片付けできないの分かってるのに、人を呼ぶっていう思考回路にあんまりいかないから難しいよねっていう。生きるのって難しいよね。最近長編動画撮ってなかったから、あんまりこう喋るとき何で喋ればいいんだろうみたいな。ショート動画とかさ、リールってさ、タンタンタンってもうシェーディング、アイライナーって感じで、もう全部工程を言うだけぐらいしか時間ないからさ、いいんだけどさ、長編ってずっと喋るからさ、何喋ろうって思ったけど永遠喋れるかも。まず口から文化祭。最近シェーディングめっちゃ濃すぎる時あって、ちょっと気をつけてる。だから多分自分の中のさじ加減がもうなんかできてなくて。基本僕パウダー多くつけて、それでこう中和させる意味合いで濃くつけてる部分があるから、パウダーがさ、足りなかったらこの辺とか黒いじゃん、ちょっと。やりすぎたなって思うとちょっとあって。ほら、ことから黒くなって。パウダーをね、怠るとこうなるんですよ。こんなもんかな。服どうするかなんだよな。ちょっとまあメイクは少しパンク味のあるメイクにするとして、マリリン黒系で、ズッチも多分黒系で来るから僕デニム系で行きたいんだけど、でもどうせなら全部ザラがいいじゃん。で全部ザラでそれ、あ来た。めちゃめちゃ黒系だったマリリン。マリリン黒系、結構ドレッシーな感じだったから、ズッチも黒系でしょ。フージも黒らしいんですよね。フーズ何着てくるか分かんないけど、全部ザラに揃えたいなって思ったんだけど、ザラで揃えるなんか僕からしたらさ、もう簡単なわけですね。ほぼ全部ザラだから、僕はほぼザラでできてるから。むしろザラじゃない服着てこいって言われた方が無理ぐらいのレベル。最近ここの鼻の下の影がさ濃すぎて変って、めっちゃオモニーとお姉ちゃんにフェイスタイムで言われたから、ちょっと最近薄くしてる。そんなことないと思うんだけどね。あら、かぎ締めたっけ俺。マリリンが来ました。何する？影ついてるって今もう。ほら失礼します。
マジに行きました。じゃあメイクを、すごいトップ YouTuber のマジキさんですか。お願いします。すいません失礼いたします。じゃあ今からメイクを始めさせていただきます。今からメイクされるんですね、はい、今日はですねこちらの静電気を使ったマリネさんにメイクをしていこうと思います。ちょっと気使ってんのだけごめん邪魔して行きます。今日なんかパンクっぽいメイクにしようと思って。自分もだから今日パンク系やねん。服装とかも最近めっちゃパンク系好きでさ、口ピしようと思って今日。あ、それ買った。俺同じやつ買った。持ってる。同じやつ持ってる。マリリンとグローブ。これあれでしょ、ザラの。そう買った俺も。あ、ピアスつけてくれいいやん。めっちゃそう口ピでもいい、ね、お寿司屋さんの時撮ってイベント時だけつけるここに。なるほどね。自分もさパンク系がすごい好きで、もうナナ今見てんねんけど、ナナを久しぶりに。めっちゃ服が可愛くって。ナナさ、だってさ、ファッションデザイン学科みたいな卒業みたいな。はい、猫アレルギー発動。自分ちも猫いるの間違いない。なんか可愛いの分かる。やっぱマリリンもトレンド押されてるんですね。いや、よ。あ、それえ、めっちゃいいじゃん。え、やばい。はい、よ。え、つける見えるよ、ほんまに。やばくないこのサングラス。めっちゃ可愛い。それになるとマリリンくらいよ、ほんまに。ザラ、新しいです。全身ザラやってマリリン今日。そうよ、だって今日ザラでしょ。進めてください。4時半までには終わらせる予定だから。待ってます。まあ、なんかさ、マリリン来るまでさ、ずっとさ、東京の物件の話してて、なんかさ、家、いつか家買いたいなと思って今、その仕事のモチベーション最近なくなってたから、なんかそのモチベが最近、老後への貯金と家を買いたいっていう目標なのね。自分が例えばさ、じゃあ40、50になった時にさ、家賃払っていくって考えたらさ、そんなずっと働けられるんかなと思って。それは確かに、ね、ほんまに家が財産になるから。そう。まあもし自分が住まんくなっても売れるじゃん。まあいい物件ちゃんと買っとけばね。そうね。だからそういう意味でも買っときたいの先にと思って、さっきそれモチベなんだけど。素晴らしいね。まあ東京で最初探してたんよ。どんぐらいするんかなと思って。マンションを買おうと思った時に、1LDK で、まあ立地も正直あるよ。でもさ、1億円スタートぐらいないよ。って。え？みたいな。今の家が僕100平米ちょいぐらい。で、これよりも狭いのに1億するってなったらもう意味がわからんくて。安い土地とか安い家みたいなのは全然あると思う。家建てればいいやん、土地買って。それはセンスだったら。いやー、そっちゃいないよ、家もし。だとしたらやっぱ余計に東京で絶対建てない。まあそりゃそう。なんか距離と広さどっち取りますかってなったら、やっぱ広さの方が欲しいから。だってなんかもったいない気せえへん。そう、狭い家ほんまに無理なんよ。なんか疲弊する自分が。絶対ほんまにちょっと離れたところでもいいじゃん。俺さ、ネットリックスのさ、セリングサンセットっていう番組があるんよ。なんかゴシップガールにプラス海外の高級物件突っ込むみたいな。不動産で働いているもうブリブリなバービー人形みたいな不動産のキャリアウーマンたちのなんか恋愛模様とか社内の喧嘩とかをなんか描いた番組で、めっちゃ面白いって。それがマジくだらんけど、喧嘩の内容ほんまくだらんけど、なんかあの子が私悪口言ったもう無視するみたいな。本当マジくだんなと思うけど、なんかそれでいつもさ、だいたい30億以上の物件ばっかり出てくるのよ、海外の。そういうの見てたらさ、そういうなんか大きい家に対する憧れがすごい強くなってて、余計になんか広い家に住みたいなぁと思います。広い家は絶対いいと思うで。ねえ、だってマリリンちゃん後ろやもん。寝室おるけど、多分いずれ来るよ。出る？俺のめちゃめちゃ汚い寝室がマリリンにバレる。本当大きいよね、K カップ。え、リアルに多分 A B C D E F G H I J K K はあるって。たまに K カップがある。絶対ないです。ありますマリリン。もう何も見えない。何あるけ。K カップなんだよねー。ちょっとやばいです。それをどうしようかな、何色にしようかな。いつもこういう時になんかナチュラルにしようと思うけど、なんか結局ここなるよね。今使ってるのはこちらのビアのこのね、白いハイライトですね。さっきこれをね、もう絶対にしなければいけなくなってきた。全然変わるもん、この顔。めっちゃ鼻高くなる。これね、高くしておいてあげて。だから喋りながら眉毛やった割にはめちゃめちゃうまく描けたんだけど。はい、無意識眉毛。シャドウはどうしようかなぁ。パンク系。マット系にしたいんやけど、結局マットって言ってもね、ダメ使ってしまうんやけど。でも濃くなりすぎるからなぁ。マットにすると濃さが出るんですよ、僕の眉毛。スモーキーにしたと思ったら濃くなりちゃうから。こんだけアシドあるのに、こんな迷うことある。最近おもりになんか言われたことあって、僕がなんか服めちゃくちゃいっぱい買う癖があるから、服めっちゃ買ってて、でもなんか結局いつも服が全然決まんなくて、同じ服ばっかり着てるって話をおもりにしたら、なんでかわかるって言われて。
なんでって言ったら、量が多いからだよって、いっぱいありすぎるから迷うんだよって言われて、あーそっかーと思って、確かになーと思って、本当に使うもんだけ残しとけば迷わないのに、使わないけどいつか使うだろうなみたいなものを残してるからこうなるんだろうなってすごく思わされました。主に感謝。期間もいつも通りです。迷うのやだろ。アイシャドウはこちらです。フローラシス。用で紹介してからこれがあまりにも好きすぎて毎日これ最近。ダメ感可愛いし単色も使えて馴染みもいいし、マジで可愛い。てか入浴どうやった？あまりに。楽しかったね。大変やったけど。疲れるよなそれは。楽しかった。でもなんかこれ出てた途中で寝ないから持ってたらしいやろなと思いながらすごく伏せた。めっちゃ早口だった今。息継ぎした今。息継ぎしちゃった。何を？うちのさ、あの電気を押すスイッチあるじゃん、縦長の。それの上に貼ってあるなんかテープっていうの。あれを全部さ、剥がしていくまでに。しかもさ、別に冷蔵庫にもついてたから。そう、しかもお願いしてもらえないのに忘れてたとか言って今撮っててさ、え？すごいじゃん使命感。俺なんか掃除機最近買ったんやと、ルンバみたいなやつあるけど、なんか手持ちのやつなくて、で、そうなんかアマゾンで買ったちっちゃいなんかハンディ掃除機だけでやってて、でオムニが前来た時に、あんたこんだけ広い住んでるのにこんな手で収まるぐらいのハンディ掃除機しかないのって言われて、めっちゃバカにされて、最近やっと買ったんやけど。あ、そうなんや。何買った？ダイソンのコピーみたいなやつ買った。でもダイソンよりも軽くて重さが掃除機自体の。で、吸引力そんな変わらないって口コミで書いてあったから。で、それのなんかビニール貼ってあるんよね。ああ、なるほどね。それをさっき剥がしたって話。どんな話？どうでもよ。ハサミ借りていい？いいよ。キッチンの。のさ、うん。ここの部分を。あ、借りても大丈夫これ。何でも使ってーん。何でも使ってーん。何でも使ってーん。何これ、もうこの時点でも濃くなってきたもんね。なんかもう薄くするって言う場合にないのかな、自分の中に。ないね。でもなんか最近コメントで、この人いつもメイク濃いけどナチュラルメイクできないのかなっていうコメントがあって、ナチュラルメイクする時ってなくない別になって。しようと思ったことないもん、ナチュラルメイクしようって。できるよ、それはもちろん。ナチュラルメイクなんて全然ね。できるんだけど、ナチュラルメイクしたいなーって思う時がないんだ。メイクこんだけ好きなのにさ、控えめにする意味がわかんないっていうか。そうだな、ナチュラルメイク。マジやべえじゃん。マジやべえじゃん、それな。一番やばいけどね、自分が。こんな感じでちょっとスモーキーな感じにしてます。そしたらなぁ、やっぱダメ使いたくなってくるんよなぁ。やっぱりどう考えてもここだけにツヤをとどめてあげようって今思ってる。お寿司屋さんからあまりに派手なメイクしてる人だって言ってたらさ、なんかそこのお寿司屋さんやっぱこう回んない系のやつってさ、カウンターじゃん基本。カウンターでこんなさ目の周りキラキラしてたらさ、ちょっと恥ずかしいよねなんて思いません。ちょっと不安定待ってて本当にこのね、グラデーションをちょっとこう中和させるように少しだけつけておく。この間にメタリックな感じで。そしたらこの作動は一旦お休みです。ちょっとなんか布団と違ったメイクにしたいんだけどな。下まぶたにグリーンとか入れたら可愛くないって思ったけど、お寿司屋さん行くってのにすごい今引っ張られてる。すごく TPO を重んじるタイプなんですね。だってさ、イベントとかの時もさ、僕以外の周りのキャストの方のキャラクター考えて僕メイクしたりするから、衣装とかもお寿司屋さん行くならこの服装嫌だなとかあるじゃん。だからメイクは割と今日普通にシンプルにしたいんだけど、言葉とさ行動が合わなすぎじゃないっていう。本当に今使ってるのは僕が大好きなこのズーシーの大英博物館とコラボのパレットですね。これはもう一生使ってます。本当に赤髪の時からそうだし今もそうですけど、シャドウ自体は割とシンプルな感じにします。今日は衣装とか込みで5時までに終わらせなければいけないから頑張る。ライナーはタルト。でもなんかザラのさ、そういうパーティーっていうかイベント、ローンチパーティーみたいなものにさ、昔は働いてる側だったからさ、そういうセレブリティを僕がアテンドする係、当時さあんまそういうパーティーなかったけど、今はさ自分が行く側になったわけじゃないですか。すごいよね。最近全然悲しくあるけど、 TikTok 見てたらさ、あ、なんか見たことあるなっていう人がいて、顔がね。でよく考えたら昔の上司だったのね、ザラ時代の。今なんか TikTok やってて、その人まあ仕事何してるか分かんないけど、なんかメイクとか上げててみんな変わるなって思いました。今日はいつもと同じかそれよりちょっと切開ラインを横に長めに引いてます。よりシャープに。横に引くときは結構このここを少し広めに引いて横にピッて引くと結構自然になる。ここまでさ形に沿って引いてから急に変にピッてやるとめっちゃ変になるから、ちゃんとねここのここを広く塗ってからさらに横に広げる。下手くそすぎん今日メイク。なんか修正できるし。でグレージでぼかします。
ザラのパーティーよりさ、なんか寿司の方が楽しみすぎてさ、寿司に持ってかれてる今ちょっと気持ちが。てか少しだけやっぱ石灰宣教失敗したかもしれないけど、失敗と思わなければ失敗しないから、失敗しない、全然、むしろ許容範囲で。下まつげはビアを使ってます。下まつげも今日控えめな感じで、あんまりバサバサっていうかは気持ちマスカラしてるんだなぐらいのまつげにします。このぐらいのまつげ。久しぶりに TikTok ライブしたわ。あ、今日今のメイク、今日のメイク。 TikTok ライブ結構人集まりやすいよね。みんなどうなんか軽いね、なんか TikTok 見てる人たち。でも俺基本当日にしちゃうから、当日のメイク準備とかの時に TikTok ライブしようかなって思ってやってること多いから、事前にしたりはせんけど、でも当日ですら近くいるから行きますみたいな人割とおったりするよね。 TikTok って素晴らしい。へえ、面白い女。いや、ほんと今、返してくれるかと思ったら、もう100点満点の返しだった今。びっくりした。うん、さすが。マリリンのこのさ、ミストさ、好きすぎてさ、2本買った。え、嬉しい、ありがとう。ストックと込みで。もう大人気でございまして、そちら。ありがとうございます。アマゾンでも買えるのが素晴らしいです。ありがとうございます。私、アマゾン信者なんで。そして、一旦、リップ塗る前にミストしてます。ビブビューティーです。キープコンフィデンスミスト、スリーフローラルの香りです。いい香りする。いつもなんか僕がショート動画上げるときにミスト最後振ってさ、このセンスでパーってやるじゃないですか。そしたらいつもミスト何ですかって聞かれるわけ。ミストにみんなすごい多分関心があるんだろうね、最近の人。そしてディップはいつもネビアのやつ使ってるので、ディップもカラコンも割らしていきます。はい、ということで完成しました。こんな感じですね。実はですね、イベントに行く服を決める段階ですごく時間を食ってしまって、実はもう帰ってきて今12時過ぎなんですね。やばくない？でもまあ崩れてはないんで、まあほぼ変わらないんですけど、まあ、こんな感じで今日しても服もう、ね、疲れて取っちゃって、さっきマリリンたちと4人でカラオケ行ってて、ネクタイと取っちゃったんだけど、最初このシャツにブルーネクタイしてこんな感じです。写真こんな感じ。はい、で衣装で行かせていただきました。下はね、このシルバーのパンツでっていう感じでしたね。久しぶりになんか当時働いてた頃の直属の上司の人にもご挨拶できたし、なんか来て頑張ってるねってすごい褒めてもらえたりして、なんかすごく久しぶりに会う人がたくさんいて、なんかすごい楽しかったし、ザラってそもそもイベントほぼしないので、こういう大々的なイベントするの多分初めてぐらい、いや2回目ぐらいかなだと思うんだけど、前まで働いた職場の方々が働いてる場所に僕がゲストとして呼ばれていくっていうのがすごく新鮮だったなって思いましたね。私もマリリンたちとかと行けたし、あといつも最近仲良くしてる西内マリアちゃんともこんな感じで写真撮ったりして会えたりして、すごい楽しいイベントでした。はい、という感じで、ザラ25周年おめでとうございます。そして僕のこのパンクメイク、皆さんいかがですか？このピアス忘れたから、結局イベントの時にはつけていけなかったんだけど、今だけつけてるんだけど、最近こういうパンク系のメイク好きで、そうちょっとこういう悪い感じ脱いだ方がちょっと悪くないですか、ほら。最近ハマってます、パンク系に。という感じで、今日はザラのイベントに行く準備、パンクメイクをしていきました。まあいろいろ話していったんで、久しぶりにね語りながら喋れたかなと思いますし、また動画撮れますので、皆さんぜひ次回もご覧いただけたらなと思います。はい、という感じでまた次回の動画でお会いしましょう。ギレでした。バイバーイ。時間経ちすぎ。